はいどうもレッシュレンチャンネルです本日もご視聴ご清聴いただきまして誠にありがとうございます本日もよろしくお願いいたします本日の話なんですけどもえっ、ー、とね以前からまあシリーズ化させていただいているコメント質問に答えますということで第5弾かな 第6弾かなちょっと忘れちゃいましたけど、まあとにかく、えー、シリーズの、えー、続きを、えー、お話しさせていただこうかなと思っております。で、あのー、いろんなね、本当に当時を知る、えー、リアル生き証人の方から、方たちから、いろいろなね、数多くのリアルな話、えー、コメントいただきましたので、本当にね、あのー、ありがとうございます、えー。有力、有益な情報をね、本当に今後ともよろしくお願いします。でね、 そのもうほんとリアル、まあ、満載のねあの当時のお話の、えー、コメントについて本当に、えー、いいご質問が多数あったので、えー、それについて一部抜粋させていただき、えー、回答させていただこうかなと思っておりますよろしくお願いします、えー、まずですね「レシデンさんお疲れ様です歌舞伎町の行楽そば懐かしいです焼きそばに火薬ご飯ガキの頃食べてましたね 大人になって五反田店を見つけた時は嬉しかったですええこまそばは行ったことないかな渋谷とかにもある行楽飯店かっこ中華は系列店でチャーハンや焼きそば食べてましたまだあるかなありがとうございますやっぱり行楽そばってもう本当鉄板でやっぱりもう歌舞伎町でねあのー、朝まで過ごした時っていうのはもう本当絶対的に行楽そばで で自分なんかはもう歌舞伎町しょっちゅう行ってたんで例えばねあのまあ遊び行く時も、まあ、腹ごしらえでね行楽そば行ってからネギ臭い息してねあの行ったこともまあ多々ありますしあとねまあ本当に味がねもうほんとうまかったんで好楽そばはラーメン火薬ご飯セットね もうがっつり食べてこれ、ね、よく遊んだ覚えありますね。で駒そばっていうのもやっぱり行楽そばに引けを取らないぐらいまあチープなんだけどももうガチマみたいなまあよくあるその例えば声優とか大英とか昭和の時代にフードコートあったと思うんですよ。ああいうところで食べるラーメンって分かりますよね。長崎屋とか あのたこ焼きとかが売ってるようなフードコートあったじゃないですか昭和の時代ってああいうとこのラーメンってめちゃめちゃうまいですよねああいう味なんですよだから本当にねあのー、週,に週に3回で食ってましたかね自分は大好きでで渋谷にある行楽飯店ってなんか聞いたことあるんですけどちょっと記憶ないですねやっぱり渋谷だともう鉄板の中華は長楽っていうところがありまして今でもあるのかな あのー、当時ね、えー、隣がなんかで、あのー、今でもあると思うんですけど兆楽っていうすごいうまい店がありましてそこにねよく行ってた記憶がありますあとは何だろうな渋谷だとまあ今もなくなっちゃったんですけど立宮とかね藤二家っつったっけなまあおつな店もね昭和の時代ほんと渋谷って結構いろいろあって美味しい店もいっぱいあったんですよねはい そんな感じですかね、えー、次の質問ですね。中学の頃は靴は靴フリッパーをよく履きましたあー知ってますフリッパーって。あのそれもしかしてフリッパーってあのアディダスでもなければアシックスでもないようなあのまあ金八先生に出てくるあの加藤勝が履いてそうなあの運動靴ですよね。当時なんかありましたはねそういうなんか怪しい 外見した、まあ、ダサかっこいいっていうんですかね。本当ありましたよね。めちゃめちゃあの、昭和の時代の、えっ、ー、と、運動靴。まあ、いわゆる今で言うスニーカーですよね。運動靴がまたダサかっこいいんですよね。あのー、よく、よくこんな恥ずかしい、ダッサいデザインあったなっていうくらいダサくて。で、昭和のスニーカーもちょっと今後ね、 あの動画でちょっと特集組みたいと思ってますのでまあ,あの軽くね今回はちょっと触れさせていただきますがとにかくフリッパーとかあとねモンブランとかパンサーとかなんかいろいろあったんですよね。あとはまあ,お,あのおしゃれなね方たち IB の方だと、まあ、リーガル履いたりねしてたんですけど、まあ、とにかく厨房とかだと、まあ、めっちゃくちゃダサい靴がありまして。 まあでも当時イケけてたんですよ、それでも。当時はいけてたんですけど、今思うと、まあ、ダサかっこいいみたいな感じの靴が結構ありましたね。だから、あの、前話したブラバスとか、ああいうスリッポン系も、まあ、そういう類なんですよ。メーカーとかも、まあ、そういうメーカーから出してますんで。だからね、まあ、本当に懐かしいですよね、当時のね、あの、靴は。だからまあ、それはね、今後ちょっと動画に特集させていただきますので、 ぜひ、えー、ご期待ください。ありがとうございます。じゃあ次の質問ですね。えー、ありがとうございます。ビットしてる先輩ほど優しかったですね。こいつタイマーあれば楽勝だな。と思う先輩ほど威張ってました。ありがとうございます。ただ、一概にそれ言えないんですよ、自分の場合は。あの、なんだろう、ビットしてるとか、ビットしてないとか、優しさにはあんま関係ないと思うんですよね。 その人の人人間性なんでまあむしろ優しかった先輩っていうのは,それは慕われたしやっぱり人気もありましたよねもちろん。ただこいつタイマーあれば楽勝だなという先輩ほど威張ってましたっておっしゃいますけどめちゃめちゃ強い先輩もめちゃめちゃ威張ってたしまあ当時の先輩のそのなんだろうな先輩に対する見方っていうのは、まあ、逆にある程度威張って ってるっていうまあ威張ってるっていうちょっと表現も語弊あると思うんですけどある程度威厳みたいなないとやっぱ先輩っていうその威厳っていうのはやっぱり、まあ、威張るわけじゃないけどもやっぱりそういうオーラっていうかそういうのはまあ皆さんあったんであの今今今ね結構今の時代こうなんか先輩もなんか年上もまあ 年下の気使ってる時代じゃないですか結構そんな時代じゃないんでもう一個違えばもうぜ先輩は先輩なんであの茨ばとかじゃないけどやっぱ威厳はありましたよねそれなりにもう上下関係はもうバチバチに徹底してるとこは徹底してるんであの後輩がなめた口でも一つでも聞いたらもうフルコースの焼きバッチリ入れられましたからあの そんななんかあのー、あのもう本当そんな生なんかじゃないんで特にその国士関係のバッチバチの子が語ってるような土地柄だとそんなのもうあのあれですからもう許されないですからもうガッチガチの上下関係でもう押すしか言えない感じですかね。 もう本当、なんだろう、あの、目見て話せないですから、あの、2、3個、あの、先輩、年離れちゃうと、もう目見れないですよ。やっぱ、あの、なんか意見なんか言えないですよ。あの、ま、まず無理ですよね。本当もう、焼きがもうものすごく怖いんで、あの、がっつり入れられるんでね、あの、やっぱ先輩っていうのはもう一個違いもめちゃめちゃ怖かったですよ、当時は。だから、 やっぱりその例えばねその腕っぷしで対馬仮に勝ったとしますよ後輩がでもその後が怖いからまずそんなことするやつっていなかったですねあたとえそんなあのー、その先輩に対してその強い弱いとかっていう感覚でまず見てないですから後輩はもうなんか先輩はもう目上を敬うっていうようなあの文化が まああの教育されましたから僕なんか親にも学校の先生にもまあそうですけど名誉を敬うっていうかそ,のう,んそういう精神っていうのは日本古来もともとあるわけですよだからやっぱりそういうのを教育されてますから,から先輩強い弱いじゃなくてまあ例えばえそれがねあの真面目な人であろうともその何であろうとももう年上は年上なんで。 やっぱその辺のの辺っていうのはりバチバチそれがないと逆に笑われた時代なんで礼儀とか礼節とかしっかりしないとこいつ誰にどういう教育を受けたんだっていうふうにだからそういうふうになんかあのなんだろうな,なかその礼儀のない礼節のやつってこいつどこど,どういう地元でこいついるんだよみたいな。 どん先輩誰が教育してんだよっていうふうに先輩も笑われちゃったりするんでやっぱり先輩のメンツとかも考えるとやっぱ後輩ビットしなきゃなんないんでビシッとやっぱ後輩のやつはもう礼節礼儀ばっちりやってましたよやっぱりそれがやっぱり誇れたあのー、ねも部分だし笑われちゃいますからそういうのをかけてると。だからやっぱりその 先輩に対して喧嘩の強さとか強い弱いっていう感覚はなかったですね。まあ普通ないはずですよそういうのは。はい。そんな感じですかね。もう強い弱いでいうのはもう無法っていうかそう動物ですよ。こんな犬痴笑だってやっぱりね目上を敬うんですからやっぱりそれがなくないもう強さだけがあのすべてだって言ってるのはもうそんなのはまああの。 ね、あの道徳心もモラルも何にもないただの俺獣だと思ってるんでそういうのはやっぱそういうのはもう本当論外ですねはいで次の質問ですねはい「オス私は1962年生まれで退治していた長考生とはほぼサイドバックアイパーで中乱寸動でした何年頃の話ですかありがとうございますあの1962年生まれでっていうことは37年生まれだと思うんですけど そののまの先輩方も自分、よくいろいろお話しさせていただいて当時のお話とかもよくまあ伺ったりもしてるんですけどそうですね、この当時っていうのはもうサイドバックアイパーが全盛期っていうか、主観もサイドバックアイパーがもうあの鉄板の髪型だと思ったし、長高生もやっぱりサイドバックアイパーがもう一番主流だと思うんですよ。 でこの当時って、まあ、あの昭和後期に、えー、現れたその単発ニグロとか単発パンチっていうのはまだまだない時代なんですよねこの時代って。徳屋の技術がそこまでまだ発展してなくてあの単発ニグロとかが出始めたのっていうのは。えー、っと えとガッチガチの用紙みたいなニグロが出たのは多分43年世代の方たち42年世代ぐらいかな42年世代ぐらいの方たちが1718の頃なんですよまあ8 5五6年ですよねその時代に、あのー、ものすげえ極細のコテが出てきてもうグリッグリのその、うん、なんだろう、えー、と地肌にもう張り付いたような細かいニグロとかが出てきたのってその時代なんですよ。で 37年生まれの方たちとか38年生まれの方たちっていうのは多分まだ長かったんですよね。まだ太いコテしかなくて、せいぜい、えー、と一番短くても本当に3ミリ、4ミリぐらいしかなかったんじゃないかなと思いますね。だから、この時代っていうのは、まあ、アイパーも、えー、とすごく流行ってて、で、まあ、硬派の代名詞っていうとむしろパンチやニグルよりもアイパーだったと思うんですよ、この時代は。 だから、まあ多分その時代は僕もえと存じ上げてますので、まあ、サ,イドアサイドバックアイパーが主流だったと思います僕もおっしゃる通りだと思いますだから、まあ、その昭和後期になるとだんだんいましたよもちろん自分もサイドバックアイパーかけてたし、まあ、サイドバックアイパーっていうのもありましたけど主流はもうえとパンチニグロに変わってた時代だと思います、はい、ありがとうございます え次の質問ですね8分18秒の写真はポスターとなって九州の地方都市のデパートで売られていました確か1980年から81年頃で特にブラックエンペラーと極悪もあったと思います値段は忘れましたが当時それほどのスター性がありましたありがとうございます自分も存じ上げてますこれは このしゃあのー、これミナ、ね、えっ、ー、と一多分皆殺しのそのオスの精神が書いてあるあのー、ポスターだと思うんですけど確かそうですねブラックエンペラーとマチアゴクががあったと思います <laughs> はいでこれってあのポスターも結構えっ、ー、と世代によっていろいろあるんですけど確かこのコメントの方がおっしゃってる八十年八十一年頃の ブラックエンペラー下北沢だと思うんですけどブラックエンペラーとあと,、えー、と町屋極悪ですねこれ多分が出たポスターっていうのはあのー、僕も知ってますでこの時代って確かあのアフタヌーショーか何かに出ましたよねブラックエンペラーと町屋極悪が。あとはね えと他のチーム出たんだよな,なんかね世代ごとにね何世代かこういうのってあるんですよ。で、えー、前も言ってたその築地初代の互角の、えー、と方がおっしゃってたその時もやっぱり「な、え、に、ー、ます皆殺し屋」えーと「新宿ブラックエンペラー、えー、町ャ互角」が出たって言ってたじゃないですか。です多分それが一番初期の頃だと思うんですけど。 何,何世代かって同じようなあの、えー、と出たりもしてるんですよ。でこの80年十1年頃はまはあ、やっぱり下北沢ブラックエンペラーと町家極悪だったりあと,、えー、と僕が記憶なんのは確かね暴走連合千葉の。千葉の暴走連合とかもテレビ出演してたと思いますね。あとはその次世代で30 9年世代で今度は特攻マルソー関係でポスターが出たと思うんですよ。それはもう貫禄とか東進とか、えー、新宿スペクターとか、えー、もういろいろその、えー、特攻マルソンに出たあーチームですよね。それがまあバーッと個別にポスターになったと思うんですよ。 で自分もやっぱりこのコメントで書いてあるそのエンペラーのポスターとか町役合格のポスターがもう本当にあの売ってたらしいですね百貨店とかでもう全国の百貨店で。 でなおかつプロマイドまで売ってたっていうふうに自分聞いてますねそれは特攻マルソーの,あのスタジオ個別で出た人たちっていうのはいるんですけどその人たちのもうプロマイドまで売ってたっていうぐらいだから相当な当時はまあ暴走族の,そのス,テアス,スター性っていうかやっぱり本当にもう、あのー、暴走族がもう本当に話題になってた時代だと思うんですよね。 これ嘘じゃなくて本当の話でだから当時自分も記憶ありますけどあの有名どころの暴走族のステッカーって駄菓子屋でパチモンコの手なんですよこれマジですよ本当にあの当時のあプラモデルとかでもあの付属した付属のステッカーとかその の例えばケンメリのシャコタンのプラモデルとかあるんですけど「なんとか暴走シリーズとかっていろいろシリーズがあったんですよプラモデルでも。それのプラモデルの,あの入ってる付属のステッカーとかもいれ極悪だブラックエンペラーだスペクターだってありましたから、あのー、同じデザインに皆殺しだとかって本当にあ,るんであったんですよ。で自分もやっぱ駄菓子屋で あの小,小学校の時に駄菓子屋で本当にあの最初にえと暴走族興味持ち始めた,持ち始めたのがやっぱり駄菓子屋でステッカー買いまくってたんですよ。1枚、ね、確かね10円か20円か30円のくじみたいなやつでこれでまあ,あのいろいろ出るんですよね暴走族のチームが。で自分なんかもやっぱり小学校の時にあのブラックエンペラーの,あの竜のやつがあるんですよステッカー。 それとか持ってたし白いバージョンのブラックエンペラーのステッカーも持ってたしスペクターも持ってたし皆殺しもあの聞,く聞くと大和裕国の、えー、と皆殺しのステッカーとかもあったしスペクターもあったしゼロもあったしあとシグマとかもあったし本当にこう駄菓子屋で売ってたんですよパチボンですよもちろんだからまあそういう時代ですよねもう本当に時代がやっぱり暴走族がもう本当に。 人気というかねもうあの社会問題になってたくらいなんでまあ相当そあのすごかった時代だとは思いますだリアルで本当に全国の百貨店とかで本当にポスター売ってたみたいですからはいこれ間違いないですねはいありがとうございます、えー、次の質問、えー、いきます、えー、連続コメント失礼いたしますルポタージュ日本の中学生暴力白書の最後で ブラックエンペラー下北沢の入隊式で赤い服着て話しているのが国士官の D 氏です。国士官中卒です。ありがとうございます。自分もこの方の話は国士官の先輩方からあの昔聞いてます。この人っていうのはあの T, T, さん T 氏のことですよね。あの確か38年生まれの ブラックエンペラー下北沢の頭の方だと思うんですけどもこの方は生粋のもう中学生からの国士官生というのは自分も昔から聞いておりますはいで確かもう一人いるんですよね下北沢ブラックエンペラーの頭で国士官の方がその方が確か Y さんって自分は聞いてるんですよはいその方が Y さんって方が確か37年生まれか36年生まれあ37年かな の、えー、国士官生で、えー、ブラックエンペラー下北沢総本部の、えー、頭の方だって聞いてますで38年の、えー、T さんって方は T 氏って方は確か38年だったのかなとにかくもう中学校から国士会行ってるっていう方だって聞いてますはいありがとうございます えー、次の質問ですね。はい、ありがとうございます。えー、はい、次の質問です。は、え、じ、ー、めまして、37年ブラ,ックブラックエンペラー下北沢総本部総会長は、国士館慶応船一家の、えー、ほにゃらら氏です。おそらくこれは先ほどの、えー、と T 氏の、えー、ことですね。はい、T 氏です。えー、これ、はまあ、芸能人なんで、まあ、 う骨ニャら氏は三玉の頭です。ありがとうございます。自分もこれは昔からもうあの伺ってます。あの先ほど言った30、確か、ちょっとすみません、間違えてたら、確か、えー、と37年の下北沢ブラックエンペラー総本部の総会長は Y 氏って方だと思うんですよ。この人も士官生ですね、慶応生一家の。でこ 自分はあれですから、国士官の先輩にこの話は伺ってるので、まずこれはもう、あのー、ガチの話です。もう超有名な話だと思うんですけど、で、このコメントの方がおっしゃってる、その国士官慶応戦一家の、えー、T 氏ですっていうのは、多分38年だと自分、えっ、ー、と、記憶してるんですよ。すいません、間違えたら。この人は、もう中学校から国士官行ってますね、T 氏って方は。はい。 めでこのまあ、えー、有名な「ウ、えー・ホニャララしは「三玉の頭」です。もちろんです。この方は、えー、と三玉の総会長三玉ブラックエンペラーの総会長の方で確か国立の頭の方だと思うんですよ。まあ芸能人の方でめちゃめちゃ有名なんですけどこの方もやっぱり相当、えー、めちゃめちゃ強くて。 で自分実物実はまあ芸能人になってからなんですけどまあ見たことあるんですよ実物この方を。でタッパーは多分190ぐらいあってあのー、すごいでかいですもうめちゃめちゃでかかったですねあの190ぐらいあったかなで顔もあのー、むっちゃむちゃ2枚目っすねあのー、すごい2枚目であのー、多分ハーフとかだったのかな まあ、とにかく、ね、あの日本人離れはしてますねあの身長とかもすらっとしててあの完全にあれですねあのモデル的な感じあの超足とかも長くてめちゃめちゃ2枚目であのそれに圧倒された記憶ありますね僕、ガキのころうなもうめちゃめちゃ2枚目なんですよあのうわ、モデル見てみたいなすげえ。 すげえみたいなとにかくかっこよさで圧倒された感じですねでももう現役の頃めちゃめちゃ強かったらしくてまああのこの方も、えー、本も自分買って読んでるんですけどやっぱりすごかったみたいですね当時はいまあ,あの当時のブラックエンペラーの、えー、特集された写真集にもこの方出てますしやっぱりあのー、すごい方だと自分は伺っておりますでまあ余談なんですけど 当時35年生まれかな35年生まれの世代であの田無ってところにブラックエンペラーっていうのが結成されたんですけどこの田無の、えー、創設者っていうかこの田無支部の支部長初代支部長は成増皆殺しの方みたいです。でえー、確か成ります皆殺しだっ のメンバーだったんですけど何がそのごじどの何,何のご事情か、まあ、自分はちょっとその辺に関してはよくわからないんですけどとにかくブラックエンペラー田無支部の初代の支部長になったみたいですねそれは伺ってますで当時のその <laughs> えと田無周辺まあ田無もあのブラックエンペラーのもう名門なんですけど田無支部のそのブラックエンペラーのその周辺の支部っていうのは結構あって。 当時、あのー、伺ってたのは所沢もブラックエンペラーだったらしくて所沢とかあとえー、っとニーザニーザも確かブラックエンペラーですいませんねちょっとあの若干の間違い本当にお許しください確か田無と所沢とえー、ニーザニーザもブラックエンペラーでえー、っとあとどこっつったっけな えー、ほうやもあ、ほうやもブラックエンペラーかなあとどこだっけなえー、えー、とですね、えー、どこだっけなもうあの辺一帯ブラックエンペラーなんですよね。ええー、と、あとドアスレした、えー、と出てこないですよね、ちょっと待ってください。ええー、と、なんだっけなええー、と、ニーザでしょええー。と、 清瀬もブラックエンペラーかなあと東久留米えっ、ー、と新座清瀬東久留米、えー、小平もそうですよねえっ、ー、と田無とか大和とかもそうだし高野台も確かブラックエンペラーで、えー、この辺一体全部所沢もブラックエンペラーだしこの辺一体全部ブラックエンペラーだったんですよね新座とかも。 そういうふうに自分ちょっと聞いてますね。そんな感じですね。えー、ではそんな感じで、えー、今日の、えー、動画は、えー、終了させていただきます、えー。皆様ご清聴、ご視聴誠にありがとうございました。次もよろしくお願いします。あとコメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。失礼いたします。